自分で終わったらやっとけばよかった、うん、なんか中2に留学すること決めたので、うん、結構時間あったんですよ。時間あった。最初英語なんで、あ、難しいって思った。もう何言ってるんだろはい、皆さんこんにちは、エリンです。先日高校留学のリアルをもっと探るためにカナダに現地視察してきました。たくさんの留学生にお会いして留学生活の現実を聞いてきたんですが、今回の動画では5人の留学生から聞いた留学前にしておけばよかったと後悔したこと、学校編のインタビュー動画を皆さんとシェアしていきます。これから高校留学をする中高生、皆さんが留学先でどんな壁にぶつかるのか、そして留学前の今、どんな準備をすればいいのかについてもご紹介するので、皆さんのお役に立てる動画になればいいなと思います。それではまず、現役留学生が思う、留学前にしておけばよかったと後悔したこと、学校編をまとめてみていきます。まずですね、自己紹介をしてもらいたいなと思います。どこに、留学してますか？メイプルリッチ学区のウェストビューセカンダリースクールに通っています。ポキットラム学区のテリーフォークスセカンダリーに通ってます。グレード11です。同じくグレード11です。2年目です。2年目です。こんにちは。翼と申します。マニトバ州、ウィニペグです。留学は今年が2年目。高校2年生の時に留学してきて、そこから1年やって、今2年目っていう。バーナビーサウス高校に通っているサラです。グレード12で3年留学の最終の年です。今、カナダのサニッチ学区っていうところにいます。今、グレード11です。去年からスタートしました。もうね、日本の数学とかは割り切れる数字とかを問題に出がちなんですけど、カナダの数学で出てくる問題はもう絶対自力じゃ計算できないみたいなのが多いから、絶対計算機必要な問題ばっかなので、計算機は絶対必須です。必須ですね。でもさ、関数電卓って日本の電卓と違うわけじゃん。全然違う。使い方が累乗とか、なんかシフトをしたりとかして、あれどうだった？本当にやれなくて、なんか日本の電卓ってめっちゃ簡単じゃないですか。なんか全部書いてあるし、なんか間違えたら AC をして、なんだろう、やっぱ足し算とか、なんかいろいろできるけど、カナダの電卓、ボタンの量も多いし、位置もわかんないし、シフトとかも使ったことがない機能がいっぱいあるから、慣れるのに、まあ正直、3ヶ月以上かかったかも、私は。やっとけばよかった。なんか中2に留学することを決めたので、結構時間あったんですよ。時間あった？やるべきことたくさんあったと思うんですよ、多分。だから、これがあったら、絶対やばい。中2？最初来た時には、やっぱ、英語、例えば、物理最初取ってたんですけど、単語、専門用語とかって難しかったし、日本語だったら結構簡単なのに、英語だからこそめっちゃ難しいですよ。日本の高校では、中学校では結構勉強してた方、それとも、高校生の時は結構勉強してたんです。高校1年生の時も物理とか得意だったかなっていうところから。得意、日本語で得意な分野はただ英語になっただけだから、英語を埋めればこうちゃんと、あ、そういう感じだったんだ。でも最初こっち来た時、物理の授業でも数学の授業でも電卓の使い方が分かんなくて、どうやって使うんだろうみたいな。最初ナンバーとあとかけるプラスとかしか使ったことがないから、これを使うのみたいな。なんかもうそれは最初全然知らなくて、テストも電卓じゃなきゃいけないから、これどうやってサインを求めるんだろうみたいな。それはまあ日本じゃ絶対ありえないからっていうのかな。英語の授業で、やっぱ分からない単語がたくさん出てくる中で、その比喩表現とか、その言葉の使い方っていうのかな、そういうことを学ぶことがあって、先にこういうのがあるってことを知っておけばよかったなって思ったのは、リテラシーデバイシーズっていうんですけど、例えば、擬人法とか、いろんな本当にたくさんのが、
学校では出てくるので、こうやって自分で調べて何がどんなのかとか、こういうものが例えば擬人法だとか、そういうのを知っておくのがいいと思います。それと、日本語でその擬人法がこれとか学ぶんじゃなくて、例えば本を読んだ時に、あ、ここの文で擬人法使われてるなとかを分かるように、自分で英語の本とかも読んで練習しておくと、英語の授業で役立つと思います。そう、英語で学んで結構、あ、最初英語なんで、あ、難しいって思った。もう何言ってるんだろう。なんじゃこりゃと思いました。なんじゃこりゃ、それからなんじゃこりゃと思って、サラちゃんの場合はどうしたの？もう現地にいるわけじゃん。もうやばいって。で、もう授業では分かんないので、まあこういうのがあるんだって言っても、多分もう聞き流して家に帰って、調べて、で、次の日学校に行って先生に、質問して、例えば分かんないことあったら、え、これと、これはどうやって使われてるの？とか、なんか、例題、ちょうだい？みたいな感じで言って、理解を深めてと思います。これがないと逆にきついかなって、特に数学とか、例えば、フィジックス取ってる子とかは、トリグノメトリーって言って、日本でも、ね、言えると思うんですけど、サイン、コサイン、タンジェントとかが、を使うことが多いので、それの時に、やっぱり、必要になると思います。これ現地で初めて、見た時に、使い方って分かった？よく分かんなかったですね。最初は、その数学とかが、自分がついていけなくなるのが怖くて、すごい数学やろうって思ってたんですけど、数学の内容自体はあんまり、その関係ないっていうか、あんま気にしない、考えなくても、まあ、ついていけたんですけど、そのちゃんと英単語とかをちゃんとやっといた方がいいかなって思うのと、あと日本の歴史を知っとくって結構みんな言うんですけど、日本の歴史？歴史っていうか、その今の政治とかなんかそういうのをちゃんと調べとけばよかったなってすごい思って、なんか聞かれるんですよね。何を聞かれた？なんか、今の、なんか、総理大臣誰とか、なんか、その政治状況みたいなのをすごい聞かれるんですけど、でもやっぱりちゃんと勉強してないと、その、なんていうの、詳しく聞かれた時に全然パッて答えられないから、そういうのはちゃんとやっとけばよかったなって、宗教とかも、宗教何って聞かれるよ。聞かれて、でも、じゃあ私は日本はこうなんだよとか、私はこうなんだよって、なんか、英語にして言えるのかなって考えたときに、やっぱいきなり聞かれたらそういうのもできないから、ある程度自分のことについて答えられるようにしといた方がいいかなってすごい思います。はい、いかがだったでしょうか。日本の学校では困らなかったけど、海外の高校に行くと困ることってたくさんあるんですね。もちろんこれだけではないですが、今回留学生がお話ししてくれた内容など、留学に必要な知識やスキルが留学前に学べるスリークというプログラムをご用意してます。留学前にどんな準備をしたらいいんだろうと悩んでいる方はですね、ぜひ下の概要欄にある動画をご覧ください。この動画がいいなと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。 LINE アットに登録していただくと、中高生の皆さんにはエリンから、そして保護者の皆さんには留学パパがそれぞれの個人的なご質問やご相談に無料でお答えしています。誰も教えてくれなかったあんな話こんな話を留学経験者と親の立場でお話しますね。もちろん個人情報の取り扱いには十分留意していますので、安心してメッセージください。メッセージをいただく前に一つだけお願いがあります。無料とはいえ、一人一人のお悩みや疑問に真剣にお答えしています。なのでまずは皆さんの今の状況やどんな希望を持っているのかなど聞かせてください。 Google 検索のように AI ではありませんから、いきなりおすすめの学校はとか、英語力は伸びますかみたいな質問だけだとお答えしにくいんですよね。留学パパとエリンは自分たちの長年の経験やリサーチに基づいて、専門家として誠意を持ってお答えしたいと思っていますので、ご理解くださいね。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!